この AB は何なんだろうね。ちょっと行ってみよう。このね、撮影の時にね、まあ要するにわけわからないおじさんが独り言を喋ってるわけですよ。そうすると道行く人がね、何この人は独り言を喋ってるんだっていうふうにね、ちらってこう見るわけですよ。それが結構恥ずかしいっていうね。でここがね、今日ね、なんか花火大会をやるらしいんだけれども、これね、でこれ通行止めって書いてあるから、今日のね夕方からやるらしいんだけれども、これね、先ほどね関係者の方にこれを聞いたら、徒歩は歩けるっていうふうに言われたんだけれども、また別の人はね徒歩も歩けないということで、まあ結局ここ誰も通れなくなるということでね、なかなかねすごいこと。こんな感じ。だからこの夜はね、ここには来れないみたいだよ、ね、すごいね。これお金がかかるんだね。うん、意外。これね、この橋。じゃあちょっと夜を待ちましょう。なんかここには来れないんだね。見に行く？見に行く？ちょっと見に行く？ちょ、見に行こう。行くよ。ちらっと表出てみよう。来た。大丈夫かこれ。これ大丈夫ですか。アップして大丈夫ですか。ああ、今映してないからね。顔映してないからね。ブレーキ。あれ。収まっちゃったね。あ、来た。ちょっと遠いかなこれ。いや、これ低いやつなんですよ。ああ。あ、来た。みんな呼んでくるかな。みんな呼んでくるかな。でも1時間ぐらいやってるんで、まあ来ると思います。だって誰も来ないんだもん。開脚中は来れないですよ。終わったら。いや、いいんじゃない。お、すごいすごい。だよ、ゴミを言わないでね。ロミさんって言います。ロミさんの友達です。よし、行こう、行くぞ。休憩があるからね。休憩？うん、なんかね、わーって上がってちょっと休んで、わーって上がってちょっと休むっていうね、うん、あ、ちょっといいね、これ。この絵いいよ。これ影映した方がいいかもしれない。あ、影。あ、そう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 。いいよ。この影映ってる。お、来た。無理じゃないよ。そうそう。よし、来たよ。連れてきたよ。どうですか。可
顔映しないよ。がっつり上がってる。行ってみる？ちょっと行ってみる？ちょっとこっち向かないでよ。こっち向かないでね。最前線まで行こう。モザイクかけるの大変だから。通行止め？ああ通行止めだよこれやっぱり。いや昼間来たんだ俺これ。これ通行止めなんだよ。あここ近いんじゃない？あれ、ちょっと先生、ちょっと誘ってよ。うん、抑えた。邪魔しちゃった。これ、これなんで光ってるの？これすごくない？これどういうこと？